こんにちは今日は2021年11月の18日です、えー、本日のと言いますかね、えー、まあ昨日の活動報告になるんですけれどもやはり昨日もね、ちょっとお結局5時半ぐらいまでね、ずっとお市役所の方におりまして、えー、撮影がね、もう外は真っ暗で撮れなかったので、えー、今日をという形にします、えー、昨日はですね、えー、午前中、えー、議会広報特別委員会がありました。 えーあえー、候補、来た方にですね、えー、今、市長の方があ市政の動きというものを載せております、えー、そこでね、ね、えー、そこはあ、まあ、いわゆるう市長からの見解というか、ね、見方ですので、えー、議会の見解とちょっと違うんじゃないかなっていう部分がありまして、えー、それをちゃんと、ねえー、説明すべきではないかという意見があ、まあ、先月の全員協議会でありまして 特別号を出,すの出してそれを説明するかどうかという議論になりましてで、まあ、とりあえずね、えー、内容を書こうと、えー、ただけ、ねえーまあ、喧嘩にならないようにというかは、えー、あくまでこういった流れでこう,いったじこういったことは事実ですよというものを出,し出さないかという中で、えー、まず原案というものを作りました。 それを、ね、みんなで見てこれを本当に出すかどうかというのをちょっと協議したということですただやはりですね広報委員会だけでそれを、ね、出す、出さないは決めれませんので、まあ明日ですね19日に全員協議会がありますのでそちらで諮るということになりましたその後はですね、まあ、今度ですね12月定例会があるんですけど、まあ、一般質問でちょっと考えていることであるとか あそういったことをねずっと午後から担当課を回って,聞いて、あのー、どういうことなんでしょうかとか、まあ、質問であるとかね、そういったことを聞いて回って、またね、明日の全員協議会で協議さ,るされる内容についてね、えー、いわゆる、まあ、議員筆記というものがありまして、いわゆる法律の解釈の部分がね、これはどういうことなんだろうというのがあって。 それを議会事務局の方にね、いろいろ聞いてたら、もう5時半を過ぎたぐらいになったという形で、一日が終わったような形です。明日はね、全員協議会があって、明日はね、結構議題がたくさんありまして、もうすでにね、明日はもう弁当が出るというふうになっておりましたので、何,何時になるかなという。 えー、結構深い競技になるんじゃないかなと思いますまた明日動画が撮れるのか明後日になるのかと思うところですけれどもおまあ、今日はね、えー、今日の活動報告はこれで終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました